はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、僕のですね、患者さんの、お子さんですねがですね、吉本の芸人さんなんですよね。はい、まあ今大問題になってますけども、まあそれは置いといて、まあこの間ですね、東京の方で、まあライブがあったみたいなんですけど、まあそれをですね、僕も初めて見させていただいたんですが、まあ新人っていうこともあるんですけど、ちょっとシュールな感じの、こう後からじわじわ来るような笑いがですね、あったので、ぜひ皆さん、アドバンテージ坂本だったかな？はい、アドバンテージ坂本っていう風に YouTube で検索していただければ、まあ30分ぐらいやったかな？のネタのコーナーみたいなのがあるので、それの15分ぐらいに映ってるような気がするので、ぜひ見てみてください。はい、ってことで本題に入っていこうと思うんですけども、今日からはですね、座骨神経痛についてお話がしていければと思います。はい、でなぜこの話をまずしていくのかなんですけども、まあ、座骨神経痛、例えばお尻の奥が痛いとか痺れてきます。で、太もも裏、あるいは太ももの外側、そしてふくらはぎまで痺れるんですよ、あるいは痛いんですよっていう方いらっしゃるんですけど、じゃあそれに対して電気を当ててみたりとか、ホットパックを当ててみたり、あるいはそこをマッサージしても症状は変わらないっていうケースがあります。で、それはなぜなのかっていうと、そこが痛くなってる、あるいは痺れてることっていうのは結果論であって、原因は違うところにあることの方が多いんですよね。はい、じゃあその原因がどこなのかっていうと、もうこれは人それぞれ違います。なので今日からはですね、座骨神経痛を引き起こしてしまう筋肉のですね、説明だったりとかストレッチの方法っていうのをお伝えしていきながら、まあ、あなたのですね、症状に合ったストレッチ方法っていうのをやっていただければと思います。はい。で、今日ですね、まずお伝えしていく筋肉はどこなのかっていうと、梨状筋って言われる筋肉です。はい、まあ、これはもうですね、座骨神経痛を引き起こす中でのもうド鉄板っていうふうに言われてますので、まず今日はそこからお伝えしようかなっていうふうに思います。で、じゃあ梨状筋っていうのがどこにあるのかっていうと、はい、こちらですね、これ骨盤ですね、後ろから見てて、この青く光ってる筋肉ありますよね、これが梨状筋っていう筋肉です。はい、で、この筋肉がですね、何かしらによって硬くなってくるとどうなるかっていうと、まあ、ここ見てほしいかなと思うんですけど、この青とか赤のなんか線みたいなのありますよね。これは動脈とか静脈です。はい。で、この筋肉が硬くなってきてしまうとですね、ここら辺見てもらったらわかると思うんですけど、こんな感じでですね、かなり筋肉と骨の間にこの動脈とかが近い状態なんですよね。はい、なのでここがですね、硬くなってしまうと、この血管を圧迫することによって血流が悪くなって痛みを引き起こす人もいらっしゃいますし、あとはですね、こちら、黄色いですね、この今青く光ってますけど、これ座骨神経っていう神経ですね。はい、これが、まあ、教科書的にはですね、圧迫されてしまう、硬くなることで圧迫されてしまって症状が出るっていう方もいらっしゃるんですけども、実際ですね、こう解剖ですね、解剖実習とかしてみると、この神経とここの間指 2,3 本空いてるよって言われたりもしますので、まあ、これがですね、実際ここを挟むかどうかっていうのは、まあ、人それぞれ違うのかなっていうのがありますので、まあ、そういうこともあるんだなっていうのをちょっと知っておいていただければと思います。はい、つまり座骨神経、ここで圧迫されてて太ももが痛いとかですね、あったとしても、ここをマッサージしても、そもそもここが原因なのであれば、ここをですね、マッサージしてあげないと症状っていうのは緩和できないので、今日はここをですね、自分でストレッチする方法をお伝えできればと思います。はい、そしたらですね、まずベッドの上に行っていただいてもよろしいでしょうか。はい、お布団の上とか行かれましたでしょうか。で、まあ、あなたがですね、症状が右側が出ているのであれば右側、左が出ているのであれば左側をですね、ちょっとやっていただければと思います。で、やり方なんですけど、まず仰向けに寝ていただいて、右がやりたい方はですね、右足を左の膝のところにこういうふうに置いてください。まあ、上から見るとですね、4の字みたいになってます。4の字ですね。で、これをですね、作ったらそのまま左足をこういうふうに曲げてあげます。はい、曲げてあげます。で、この状態で両手ですね、両手をこんな感じでですね、この太ももの裏ですね、
左の太ももの裏、逆の人は右の太ももの裏ですね、はい、っていうのをガシッと掴んだ状態で持ってあげます。で、このままですね、左の太ももっていうのを自分の胸の方にぐーっと引き寄せてあげてください。ここからぐーっと引き寄せます。そうすると右のですね、今右をやってるので右のお尻が伸ばされる感じがすると思います。その感じが得られたらしっかりできてる証拠です。で、この状態を得られたら30秒ですね、ここから深呼吸をしてストレッチをかけていきます。1、2、3、4、5という感じですね。ただここで注意点があって、こういう風にね、首とか肩を上げながらグーってしてもですね、ちょっとあんまり意味がないので、肩の力あるいは首の力っていうのは抜いた状態で自分の方向に引き寄せてあげてください。こんな感じですね、グーっと、はい。で、余裕がある人はですね、両手っていうのを、まあ、右の場合は右の太ももですね、思っていただいて、これで自分の方向にぐーっと引き寄せてもいいかなというふうに思います。こっちの方がなお伸びるんじゃないかなと思いますので、はい、まずはオーソドックスに両手をですね、太ももの裏をガシッと掴んでぐーっとしていきます。これで30秒。余裕がある人はこの曲げてる方の足を下から抱えるような感じですね。これぐーっとしてあげると、なおここが伸びてきますので、この状態で30秒深呼吸をしてあげてください。はい。で、実際やってみて立った時のですね、あなたの座骨神経の症状っていうのが、まあ、緩和するのであれば、少なくともその症状っていうのは今の梨状筋から来てますので、ぜひですね、まあ、1週間ぐらいは最低続けていただければと思いますので、ぜひ1日やってみてください。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ明日はですね、梨状筋以外の筋肉が原因で、座骨神経痛が引き起こされてしまう場合についてお話ができればと思いますので、興味がある方はおそらくこの辺ですね、見渡しの顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードして見てみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。